こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は滋賀県東近江市 JR 西日本管轄東海道本線琵琶湖線能登川駅にやってきました。こちらは一番乗り場、新快速姫路行きが出発をしてきました。何度も通過はしたことがあるものの、下車するのは初めてということで東口にやってきました。こちらは近江鉄道のバスです。滋賀県といえばやはり琵琶湖です。地図を見ますとここから少し距離があるようです。それなら自由通路から西口を見ていますが、やはり確認することできませんでした。本日は天気あいにくの空模様、雨が降っていますので見に行くことはしません。早速本題に入っていきたいと思います。先ほどいた一番乗り場に停車をしているのは琵琶湖線の下り列車、京都方面に向かう列車です。すぐに出発をしてってしまいましたが、本日琵琶湖線上り列車として蒸気機関車 SL がやってくるようです。今から半年前の出来事となります。2023年10月29日から31日にかけて山口線内で試運転を行っていました梅小路運転区に所属する D51 型200号機、下関総合車両所に所属する EF65 型1124号機の牽引により京都貨物梅小路運転区の方に配給されています。山口県内新山口から津和野間を結ぶ臨時快速 SL 山口号の先頭に立っていた蒸気機関車です。しかし淡水車などに亀裂が入るなど様々な不具合が出ていました。山口線内で試運転を行った後、梅小路運転区の方に戻されまして、いよいよ運用復帰かなと思っていたところ、今度は定期点検に入ったようです。約4ヶ月間かかるとされていました。そして今回全て終了したのか、本線試運転が行われるということです。京都貨物を出発しまして琵琶湖線を上ります。米原に向かうということです。その後試運転の方は北陸本線内、米原から木の本間で往復するようです。今回米原まで新幹線に乗車しましてやってきたわけですが、その先さらに下ってってしまいますと京都まで行ってしまいます。その間に SL の方すれ違ってしまう可能性があります。よって米原駅で下車をしまして、こちら能登川駅にやってきたということです。中線が設けられています。もしかしたら停車する可能性もあります。ゆっくり見ることできるかもしれませんので、本日もよろしくお願いします。突然噴水から水が出てきまして、すごいことになっています。 SL 山口号といえば新山口支所に常駐する C57 型1号機でも運用されていました。しかし不具合があったのか、運用できない状態となっていたようです。その間は DL が牽引したとも聞いています。貴婦人と呼ばれ親しまれている1号機、一体この先運用復帰いつになるんでしょうか。 D51 型は今回試運転が行われまして、特に問題がなければ運用復帰近いかもしれません。駅ホームの様子を見ますと、カメラを持った方が数名程度いらっしゃいます。そろそろやってきそうな雰囲気がありますので移動したいと思います。いつもは JR 東日本群馬車両センターに所属する蒸気機関車をたびたび見ていますが、今回は JR 西日本所属、とても新鮮な感じがします。 2,3 番乗り場に移動してきました。3番乗り場に回送列車が参りますという放送が入っています。 SL でしょうか。
危険ですので、黄色いピンチブロック内側までお下がりください。通過したのかなと思いましたが、かなり奥に停車をしています。行ってみたいと思います。先頭に立っていた電気機関車は下関総合車両所に所属する EF65 型1135号機、後ろに D51 型205機で、最後尾に12系客車。網干総合車両所、宮原署に所属するスハフ12-129。そして車両側面、行き先方向幕は試運転。SL 伴走車のような感じで使われているようです。そして先頭に立つのは1135号機です。停車している間に関係者の方が出てきまして、205機周辺の点検作業が行われています。思ったより黒い煙は出ていません。水蒸気が大半でしょうか。冠水車の台車に亀裂が入ったようです。もう修繕されているかと思います。205機の方は1938年、国鉄の前身鉄道省が浜松工場で製造した車両になっています。新生配置は稲沢です。その後大垣、前原、中津川と転属をしました。主に中京圏で運用されていた車両。かつて空襲を受けた、現在でも残る貴重な SL。 なんだか黒い煙が出てきました。そろそろ出発でしょうか。1972年から梅麹機関区に配置されています。状態がよく、200という切りがいい数字ということから保存が決まったようです。徐々に黒い煙が出始めています。まあ、当然公道の方から見ていますが、周辺カメラを持った方一切いらっしゃいません。上空を黒い煙が覆っています。圧倒的に黒い煙に変わりました。群馬車両センターの SL 試運転では、12系の方向幕 SL 試運転と表示が出ますが、こちらはただの試運転のみとなっています。先ほど貨物列車が通過しました。この周辺、宮古線といえば新快速をはじめ速い列車が多々あります。こちら SL となります。最高速度に制限があるかと思いますので、ここで先に速い列車を行かせているようです。いや、問題がなければこれで復活。205機、山口線内で運用されるのが楽しみになってきます。上空真っ黒になってしまいました。
水蒸気とともに消えてきました。車両は見えなくなってしまいましたが、遠くの方で汽笛が響いています。この後は残念ながら追いかけることができません。本日は終了となりますが、この先も引き続きいろんな列車、いろんな車両見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。まだ若干時間がありますので、この後米原方面に追いかけてきますと、おそらく米原操車場に停車をするんじゃないかなと思います。しかし大変見づらい場所となります。今回は雨も降っていますし、そろそろ終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。